シトロエンは6月30日、新型 C4、シトロエン C4 欧州でデジタルワールドプレミアした。新型は、C セグメントハッチバックセグメントの中でもユニークかつ大胆なアイデンティティを主張する新たなコンセプトを表現した。ボディを高く持ち上げることでより主張が強められたシルエットによってハッチバックのエレガンスとダイナミズムを備えつつ、そこに SUV らしい力強さと個性を融合しているという。フロントマスクには V 字型のシグネチャーライティングが採用された。これは2020年初頭に発表された新型 C3 のデザインを発展させたものだ。ヘッドライトとクロームシェブロンが車両の全幅いっぱいに伸びている。最新の LED 技術を導入したシトロエン LED ビジョンヘッドライトは、上側がデイタイムランニングライト、下側が3つの LED モジュールで構成されるヘッドライトとなる。高い位置に水平に置かれたボンネットは C5 エアクロス SUV のデザインを反映したもので、力強さや堅牢性、エネルギッシュさを表現する。マットブラックのロアスカート付きフロントバンパーは小さな衝撃に耐える性能を持たせた。シトロエン C4 新型マットブラックのホイールアーチは、前後のバンパースカートとボディサイドのエアバンプにつながるデザインとした。独特のルーフラインに傾斜したリアウィンドウを組み合わせて空力性能を追求する。この緩やかに傾斜したルーフや3つのサイドウィンドウのデザインは、シトロエンの名車 GS1970 から1986年を連想させるものとした。リアは傾斜したウィンドウや縦型のハッチゲート、スポイラーを採用した。シトロエンによると、2004年の C4 クーペのボディ形状からインスピレーションを得ているという。新型のボディサイズは全長 4360mm、 全幅 1800mm、 全高 1525mm、 ホイールベース 2670mm、690mm の台形ホイールに短い前後オーバーハング、 156mm の最低地上高が特徴だ。シトロエンによると、競合モデルよりもアイポイントが 1220mm と高く、ドライバーの視認性を向上させているという。シトロエン C4 新型インテリアはくつろぎや快適性、モダンさを表現することを重視した。新型には最新のシトロエンアドバンスドコンフォートプログラムを導入する。クリーンでモダンなダッシュボード、柔らかな形状のドアパネル、複数の収納コンパートメント、柔らかくしなやかな素材などにより、モダンでオールラウンドな快適さの新感覚を表現しているという。インテリアにはアドバンスドコンフォートシートが採用された。これは C5 エアクロス SUV と同様の装備だ。シート内部の新開発の高密度フォームがシートの張りや経年劣化を防ぎ、長期間にわたって快適性を維持する。また室内のスペースを拡大し、助手席側には革新的かつ実用的な新機能を盛り込む。その一つがスマートパッドサポートシトロエンで、ダッシュボードに組み込まれた機能的な世界初の収納システムだ。アップルの iPad Air 2とサムスンのタブ A10.5 の専用シェルを使用して、タブレット端末を安全に固定できる。助手席前方のダッシュボードトレイはクッション付きの大型スライド式引き出しだ。特殊な滑り止めコーティングが施されており、タブレット端末などを安全に保管できる。新型では HMI ヒューマンマシンインターフェースをさらに追求した。ドライバーの前方のフレームレス HD デジタルインストルメントパネルは視認性の高いデザイン。
の大型カラーヘッドアップディスプレイは、落ち着いた白いサイドムード照明で強調表示され、重要な運転情報を読みやすく直感的な方法で表示する。ダッシュボード中央上部には、車両のコントロールの中枢を担う超薄型のボーダーレス10インチタッチスクリーンが配置される。シトロエン C4 新型サスペンションにはプログレッシブハイドロリッククッションを採用した。面によると、滑らかかつ快適な魔法の絨毯のような乗り心地を追求しているという。プログレッシブハイドロリッククッションは通常のダンパーにセカンダリーダンパーが追加された構造の純メカニカルなシステムだ。これにより、サスペンションが小さく細かく動く状況や、サスペンションのストロークスピードが低い状況では、減衰力が小さくソフトな乗り心地を可能にする。サスペンションが大きく動く状況では、セカンダリーピストンとシリンダーが生み出す減衰力で衝撃を吸収する。ダンパーシリンダー内に第2のダンパーシリンダーが配されており、サイドには複数のポートが開けられている。セカンダリーシリンダーには、その内径にあったセカンダリーピストンが存在し、ストロークが進むと、セカンダリーピストンがシリンダーに入り込み、ハイドロリックストップとして作用するポジションセンシティブダンパーだ。